はい。今日はですね、ソチで唯一の金メダルを取りました、羽生結弦選手。フィギュアスケートのね、シーズンの最後を飾る世界選手権。今日から埼玉スーパーアリーナで開幕ということですね。まあ、前劇も非常にすごくて、4000円の前売り券でね、もう数千人の人がですね、ハニ選手の練習を見に行ったなんていうことで、相変わらずそのホットなね、ソチの余韻が残っているわけですけども、 だけど、今までのことをちょっとね、調べますと、オリンピックがあって、その直後に世界選手権が、まあ、大体あるんだそうですが、えー、オリンピックで金メダルを取って、その直後の世界選手権に出るっていうのはですね、あまりないらしいですね。12年ぶりだっていうんですよ。12年ぶり。はい。で、えー、出ればですね、えー、大抵オリンピックで金メダル獲得した選手が、まあ、 ぶっちぎって勝つというのが筋書きらしいんですよね。えというのも今回もですね、ニュゆずるの最大のライバルのカナダのパトリック・チャンは出ませんし、ソチ大会のね、成績から言うと、4位のえスペインのフェルナンデスがですね、まあ出る程度でね、まあ、大した選手は出てこないというような感じらしいんですよ。えですから、まあね、よほどのことが起きない限り、 え、金メダリストはですね、え、この世界選手権でも優勝するのは、まあ、普通のパターンであるということで。しかも12年ぶりにオリンピックチャンピオンが出るわけですから。じゃあ12年前というのは誰だったのかというと、2002年のね、ロシアのアレクセイ・ヤグディン。ヤグディンか。で、彼がですね、え、出て、え、もちろんね、え、優勝しまして。それで、同じ一つのシーズンで、グランプリファイナル、オリンピック、 さらに世界選手権と主要大会すべて勝つこと、この3巻をですね、表彰台コンプリートと言うんだそうです。コンプリート。ね、表彰台コンプリート。で、これをやれば、ヤグディン以来12年ぶりの快挙であると。まあ、快挙もね、まず間違いなかろうということのようですね。ということでですね、えー、羽生譲る選手は、相変わらず、えー、措置の余韻でね、大変な人気なんですけど、ところがですね、ところが、今、 いやいや、世界的に見てもね、この、羽生譲るの人気はね、捨てがたいって言うんですよね。驚異の19歳。大変なスポットライトを浴びまして、特に特に人気が高いのが、アメリカだって言うじゃないですか。アメリカ。へで、アメリカはですね、何にびっくりしたかというと、1984年のね、サラエボオリンピックから、2010年のバンクーバーのオリンピックまで、 オリンピックの男子個人のですね、フィギュアスケートの金メダルというのは、アメリカの選手が取るか、ロシアの選手が取るかという、まあ、指定席だったと。二強の状態がずっと続いていた。そこに、とんでもない新人が出てきて、ね、ショートプログラムで100点超えちゃったりなんかして、こりゃすげえと、いうようなことで、 ひたすら純粋にびっくり仰天のアメリカはですね、マスコミがね、USA t でニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル、ウォールストリートジャーナルそうです。そういう有力紙がですね、もう一斉に羽生譲るの特集記事を組んだということなんですね。いやー、今までアメリカで活躍したいろんなスポーツ選手いるけども、 あの一郎でも、あの松井でもなかったね、という、えー、そんなようなね、えーまあ、新聞のね、大々的な扱いぶりであったということなんですね。で、最後にね、この羽生結弦くんがですね、まあ、被災者だったというね、 自分の家もですね、やられちゃったわけで、それで、仙台で練習場が次々に閉鎖になって、東神奈川にしょうがなくて来て、というようなね、いろんなニュースがありましたけれども、あの、トリノのね、荒川静香選手が、まあ、先輩にも当たるわけですけども、記者会見で、仙台のスケートリンク消滅の危機を訴えて、それがきっかけで、スケートリンク再び営業再開ということになった。その恩義に対してですね、非常に、 えー、羽生にゅ選手はですね、荒川選手をですね、えー、尊敬している、大恩人だと言っているそうです、えー。ですからね、ですから、あの、まあ、なんて言いましょうかね、えー、わざわざ、えー、その自分のですね、演技の中にですね、えー、あの、ガーッと反り返る、えー、荒川選手のですね、 あの、技を入れたりね、稲葉はですね、それからビール、ビールマンスピンをね、披露したりというようなことで、もうその辺でもですね、彼女にいろいろこうえ、恩人です、ありがとうというメッセージを送っているということなんですね。なるほど。はい。それで今回聞いて、へえと思ったんですけど、ソチの時のね、あのリンクの環境はね、えー、氷の状況とか、ね、最悪だったそうです。 あまり当時は言ってませんでしたけどね。ところがこの埼玉スーパーアリーナの氷はですね、最高なんだそうです。へえ。2010年、高橋大輔浅田真央で達成している男女シングルアベック優勝え。これも目指そうという。はい。え今日はいよいよ、羽生譲るのショートプログラムです。